今日はこれ行ってみます。特一番旭川ですね。創業昭和25年っていうからすごい古いところですね。そういうのの旭川の濃厚醤油ラーメンですかね。これ行ってみます。できました。こんな感じですね。旭川ラーメンのやつですね。何でしたっけ、特一番でしたっけこれ。そうですね、旭川ラーメンは特一番ですね。濃厚の醤油ですか。昭和25年創業らしいです。ちょっと行ってみたいですね、これはね。行ってみます。今日は朝日のマルエフですね。マルエフ行きます。うん、美味しい。じゃあこのね、旭川の特一番ですねの袋麺でスープいきます。うん、甘い感じですね、醤油は。うまいです。なんか旭川ラーメンっていうの分かりますね。麺はこの乾燥麺ですね。うまい。あ、これ結構この濃厚醤油が絡みますんで、うまい。昭和っぽいです。やっぱ懐かしさのある醤油の味ですね、これね。うん、なんか昔食べたことあるなって感じの、懐かしい感じの醤油ですね。いきます。野菜もがっつり入れたんですけど、合いますよ。結構熱いっすね。今日 3.11 なんですね、そういえばね。思い出されますよ。チャーシューですね。両面焼いたんですけど。美味しいです。あ、うまい。じゃあ最後にいきますね。熱くてうまい。じゃあゆっくり食べてきます。今日はね、すげえ天気もいいし、温度もいいですね。春ですね。4月ですね、もう完全にね。もうこの週末は相当いいみたいなんで、明日あたりまたワンコとね、河原でも散歩しようかなと思ったりしますよ。家族でね、ぶらっとね。やっとちょっとね、いい季節になってきた感じがあるんで、今年はね、桜祭りしてほしいなぁと思うんですけど、2年、あれなんですよ、休みになっちゃってるんですよ、コロナのせいでね。いや、今日 3.11 ですね。もう11年目ですか、あの震災から。もうそんな経つんだなぁと思います。もう11年も経つんだなぁと思って。早いもんですね。なんか早いって言ったら早いけど、こう思い直してみればすげえ昔だなって感じもあるし、まあどうなんですかね。ただ僕はもう自分のね、田舎っていうか自分が生まれ育った町が被災にあって、武田君のこの宮城からこれの場所ですよ、本当にまさにね。まああの日でガラッと変わってね、もうだって町がなくなったし、家もなくなったんで、実家がね、もう新しい家なんですけど、その場所にも建てれないんですよ、当たり前ですけどね。もうそこには家を建てちゃいけないですよね、被害にあったところなんで。だから町が、もうごっそり町がなくなったので、思い出もクソもないんですよね。まあその僕のね、実家に帰っても全く別な土地に立ってるんで、あ、懐かしいなーっていう感じは全くない。旅行に来た気分、なんか田舎に旅行に来たみたいな気分になるんで、そういう意味ではなんかね、ふるさとってね、もうなくなったんだなって感じがある。ふるさとがある人はね、いいなと思います。僕あんまり人のことあんまり羨ましいと思わないタイプですけど、唯一ふるさとがしっかり残ってる人はね、羨ましいなと思ったりします。やっぱり人間ってね、年を取っていけばいくほど、やっぱり子供の頃とかにね、自分の原点みたいな場所にね、戻ってみたくなるもんですよね、たまにはね、ちらっとね。それができなくなったんで、そういう面では羨ましいなと思います。今日はアカデミー賞やるんでね、もう見ようかなと思ってるんで、あんまりこう動画は上げないようにしようかなと思うんですけど、またガーシーさんの話になっちゃうんですけど、ガーシーさん上げてて、で見てたんですけど、そんなにね、深い感じっていうか、そんなに面白くなかったんですよ。メインとしてはヒカルのことですね。あの人すごいなと思うのは、そもそも 100% ガーシーさんが悪いわけですよ。だってヒカルの名前を使って詐欺しようとしてるんですから。でも、あの人が喋ってると、悪いのはヒカルみたいなね、すり替えに入るんで、そこがすごいなと思うんですよね。
光が晒したせいで俺今こんなになっちゃってんだみたいな。で、こんなのみんなを暴露しなきゃいけなくなってんだみたいなぐらいの話になっちゃってて、でも光がなぜか謝罪をしてるんですよね。で、光さんが謝罪したのに関して、いや、もう正々堂々と謝ってきたんで、謝罪のコメント入れたんですかね。正々堂々と謝ってきたんで、もうそれは俺は評価するでみたいなこと、なんか上から目線で言ってるのがすごいなと思って。なので俺も謝っとくわ、みたいな。お前の名前使って悪かったな、みたいな。だからそれが一番悪いんじゃないかって話なんですよ。ヒカルさん一回しか会ったことないっつってなる。それなのに、ヒカルの名前を使って詐欺ったのが悪いわけじゃないですか。あともっとすごいなと思ったのは、なんかまあ、やっぱり YouTube で金稼いで被害者に返そうっていうようなことを言ってたんですよ。で、すいませんでした、みたいなね。被害者に会った、被害に遭ってる方、すいませんでした、みたいな。人ごとみたいな感じで、必ず返しますんでって言って頭下げてたんですよ。そんなね、暴露した金で返されてもって感じで、じゃないですか。でももう一個あるのは、返しますんでってこうやって公に YouTube で言っとくと詐欺にならないですよね、と思いますね。そういう面で頭いいなと思います。返す返すって返す意思がある時点で騙したっていうようなことにはならないので、まあその詐欺の逮捕から逃れてんだなって感じはしましたね。なんかまああんまり面白くはない中で、ちょっとおっと思ったのがやっぱいくつかあったので、橋本環奈ちゃんとマッケンのこと、特にマッケンですかね。まあヒカルさんの話は別に僕はあんまり興味ないんで、それはいいとして、マッケンですかね。マッケンには、またマッケンの周りの反社から連絡が来た。で、すげえぶち切れてましたね。晒すぜ、本当に、みたいな。晒したらお前終わりやがんな、マッケンみたいな感じで言ってて、なんかマッケンのその反社みたいな、ついてる、くっついてる反社が、ガーシーさんの実家の親お母さん脅してるみたいなことなんか言ってましたね。で、これ以上脅されたらこっちだってもうムカッとくるから、もう全部やるで、みたいな。そしたらお前終わりやからな、みたいな感じで怒ってました。まあただ、マッケンも痛手だなと思いましたね。マッケン、だって反社がついてるってなったらね、結構厳しいじゃないですか。だから、その反社を晒すってことなんで。まあマッケンって、マッケンユー君は、千葉真一さんのとこの事務所なんかな。まあでも千葉さんとかの関連だったらね、昭和の人ですからね、芸能界イコールヤクザってのはあるでしょうか、反社ってあるでしょうから、まあ、前についてる大人はそういう筋でもおかしくないなと思ってるんですけど、思うんですけど、まあ、ただ、大ピラにそれやられると、何でしたっけ、ネットフリックスかなんかの漫画の実写かなんかで、マッケンがやるんですよね、確か。主演で。だそういうの飛んだりなんかしたら、痛手だなと思ったりはしてます。今、反社は厳しいですからね。あともう一個、橋本環奈ちゃんのことも言ってて、それは、また生配信だったんで、言ってきたんですよね。リスナーがね。で、橋本環奈ちゃんはどうですかって言ったんで、実際に、ガーシーさんは、橋本環奈とは知り合いではないと。ただ、周りにいる人間が知ってると。で、それもやばいって話をなんかしてたんですよね。要は、環奈ちゃんが遊び歩いてて、飲み歩いてるってのよく言うじゃないですか。その取り巻きがやばい奴らだっていう話をしてました。で、その取り巻きの話をすると、カンナちゃんも、まあ、要は、もらい事故、流れ玉に会うでっていう話なんですよね。で流れ玉に会うと、これは痛手だからって話をしてたんですよね。まあ、だから取り巻きがやばいんだって言うんですよね。取り巻きがやばいってことに、カンナちゃんが気づいてないのかもしれない。ただ、今更気づいて、手を切ろうとしても結構、もうまずいんじゃないかみたいな話をして、何を意図して言ってるのかわかんないですけど、何かしらあんのかなと思って、どういう流れ玉に行くのかなっていうのもちょっとね、わかんないですけど。ね、それもね、今舞台やってたり、あさってですか？情熱大陸もあったりとかね、今ノリに乗ってるので、うん、神田ちゃんの直接知らなくても流れ玉に当たるって言ってたら、何なのかなって感じがしますね。それもちょっと気になるなって感じですかね。まあ、ただ、ずっと話を聞いてて思うのは、めちゃくちゃな話をしてるんだけど、話はうまいと思いました、本当に。本当、それは尊敬しますよ。めちゃくちゃうまいです。本当に、口頭無形な話でも、説得力があるのは、ガーシーさんすごいと思いますね。だって、100% ガーシーが悪いのに、もう、いつの間にか責任転嫁してて、やってる方が悪いみたいな。なんか、ばらされる方が悪いみたいな、話のすり替えをしていくんで、完璧なもう生まれながら詐欺師だなって感じはしましたね。
でもかなりリスナーも虜にしちゃってるので。で、なんか、もう取りだめをいろいろしたって言ってましたね。この、ちょっと休んでね。で、自分が、まあ芸能界で狙われてるの知ってるから、何かあっても、定期的にね、もう、そのスタッフみたいな、なんかいるんですよね。こう、編集してるの。自分じゃ編集できないから、つって、機械音痴だから、編集できないから、編集やってもらってる人間がいるから、そいつらに託して、自分が消されても、自動的に上がるようにもう託したみたいなことになんか、もうものすごくあれですかね、すごい、使命感を持ってやってるんですかね。お金のためだけなんじゃないのかなと思いますけどね。まあそんな感じです。やってきます。